死にも。とも近い場所。でも伝説に謳われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して私についてくれば大丈夫。葬別儀式の会場はすぐそこだから。この模様どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。おい、冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して。
ここはさっきと同じところじゃないか？俺たち本当に進んでるのか？ずっと元の場所に戻されてるみたいだ。ずっと同じところに戻されてる。きっと軌道省の仕業だ。そうじゃないの。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり。わざとそういう風に。もう、うん。あと、はあ、の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。
つの日か塔を見に行く。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で。誰かが先にやって、みんなが続けば、お前も。そうだそうだ。僕はいつの日か食べきれないほどの笑うな。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をし、そうだな。お金があれば買うなんてもんじゃねえ。じゃあ引き方。いやいや、お金を。私は大きな名所の塔。そうだね。そうなったら林栄光に行く。それでモートローアに。僕は。あ、一番肝心なところで懐かしいな。あれが俺たち5人の。時間が経って、あの時言ってた願いは叶えられたかな。3人に会ってきて、正吾は料理人に、キキは大商人。そうなんだ。あの時言ってたことはとりあえず。ちょっと、彼らが話してる間は。空気が読めないって、お前に一番言われたくないぞ。もう明日。前にも言ったけど、魔人戦争、その時に大きな大、それからまた長い魔人の残滓、それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、境界を保てるようになったどれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら、何、この時代は恵まれてるよ。それって私たちが初めて会った場所。